杉戸町は埼玉県の東部に位置し、北勝鹿郡に属する町。人口は約4万6千人。関東平野の中央からやや南寄りにあり、町域の大部分は海抜8メートル前後の中川低地に属する。西部の小隅川沿いに残る自然堤防地域や東部の江戸川沿いの地域など海抜15メートル前後の大地上の地域も散在する。 杉戸町省1976年1月27日国事当庁では、春すか市と周辺の町との市町村合併が予定されていた。現在、住民投票の結果を受けて、合併協議は凍結となっている。本社、本店が存在その他農産物農業系、組合商店会商工系組合ケーブルテレビ、周辺自治体広域運営事業市外局番は、町内全域が、 0480同一市外局番の地域との通話は市内通話料金で利用可能。収容局は杉戸別館局、杉戸椿局。郵便番号は町内全域が345から 00XX である。東町中心部の最寄り駅は東武動物公園駅である。同駅の所在地は南埼玉郡宮代町であるが、 開業当時の駅名は杉戸駅であった。また、かつての東武鉄道杉戸工場も宮代町の所在であった。タクシーの営業区域は県南東部交通圏で、春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市などと同じエリアとなっている。ありがとうございます。